東京都知事公館は東京都知事の感謝であり、迎賓館、ゲストハウスである。東京都知事公館東京都渋谷区小島の2212平米の敷地に立つ。建物は地上2階、地下1階建ての鉄筋コンクリート造りで、延べ床面積1886平方メートル、建築面積697平方メートルである。建物の内部には、 私的空間である 4LDK の住居部分と公的空間である防災連絡室、会議室があり、常駐職員もいる。1947年、東京都は渋谷、小東にあった松平常雄の邸宅を購入、これを知事交換とした。その後この交換には、歴代の東京都知事として、安井誠一郎、安龍太郎、見部良吉、 鈴木俊一が居住した。次第に建物は老朽化。1995年1月の阪神・淡路大震災をきっかけに耐震対策も必要とされたことから、鈴木俊一の入居当時に建て替えの検討が開始された。建て替えの検討開始時、鈴木はすでに知事委員会を表明しており、建て替えは公認の東京都知事となった。 青島幸雄のもとで決定された。約12億円をかけて建て替えられた新たな東京都知事公館は1997年7月に完成、同年9月より人稼が入居した。人稼の入居期間は任期満了までの約1年8ヶ月間であった。人稼の公認として1999年に東京都知事に就任した石原慎太郎は同施設へは入居せず、 田園調布の自宅から通勤した東京都は空き家となった同施設の有効活用のため2000年から2003年まで月額300万円でイタリア食文化普及団体に貸し出したほか2003年以後は都民向け公園会場や東京都職員の研修施設としても使用した施設維持費は年約550万円かかっており2008年には 土地と共に売却されることが決定した。2014年12月24日午前に入札が行われ、住友不動産が43億6800万円で落札したことが報道された。2014年に一般競争入札に踏み切った。住友不動産によると、今も空き家のままで用途を検討しているという、ありがとうございます。